公開対労中華全国総公会は中華人民共和国における唯一の公式な全国規模の労働組合連合である。国際労働組合総連合には加盟していない。中華人民共和国公会法及び中国公会協定の規定により中華全国総公会は中華人民共和国の各級地方組合及び産業組合に対する指導機関であり、 中国大陸の31、昇級労働組合連合会と多数の産業労働組合連盟を要している。中国共産党の指導下にある中華全国総公会は、中国人民政治協商会議に参加する人民団体の一つであり、中華人民共和国民政府に社会団体として登記することは免除されている。中華全国総公会の前身は、 中国共産党に属し1921年8月11日に上海に本部を置いと結成された中国労働組合小規部である。初代の総主任は超特立こと、超国党で、毛沢東は水見南省担当主任であった。1922年5月1日、中国労働組合小規部は広州で第一回全国労働大会を開催し、 当中夏を初期に選出した。1925年5月1日、中国労働組合書記部は、広州で第2回全国労働大会を開催し、中国労働組合書記部に変えて、中華全国総公会を設立することを決定した。北伐軍が武漢を占領した後、本部を武漢に移転した。1927年6月、本部は国民党に閉鎖された。 抗日戦争の時期には、先生、官宿、冥加編区総公会及び、各抗日根拠地総公会が結成され、抗日戦争後の国境内戦の時期には、編区総公会及び、各根拠地総公会を連合して、解放区総公会とした。1948年8月1日、解放区総公会と国民党統治区公会は、ハルビンで第6回全国労働大会を、 共同開催し中華全国総開の再開を決定した全国労働大会は第7回より中国公会全国代表大会と改められた。1978年10月に開催された中国公会第9回全国代表大会で中国公会焦点を改定し全国総公会を各地区労働組合組織及び産業労働組合全国組織の 最高指導機関であると規定した1992年中華人民共和国公開法。ありがとうございます。